日のセミファイナルです。バンタム級の10回戦をお楽しみいただきます。左が日本の比嘉大吾、そして右がタイのナマポン海漢派です。放送席解説は元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆さん、元 WBC 世界フライ級王者内藤大輔さん、ゲストに山本千代さんをお迎えしてお送りをしてまいります。第1ラウンドスタートをしました。さあまず内山さん、比嘉選手、まあ、バンタム級にちょっとこうフィットしてきた期待感がある中の一戦ですよね。そうですね、まあ相手も、ね、ものすごく好戦的でパンチある選手なんで、はい、まあ、この試合はあの噛み合うと思いますね。はいはい、まあ、比嘉選手本人も、まあ、噛み合う試合になるのではないかと、面白い試合になるのではないかというふうな話はしていました。まあ、お互いにパンチがあるっていうのは内藤さんも怖さもありますけれども、楽しみも当然ありますよね。そうですね、ただ楽しみはお客さんの方でしょうね。はい、選手にとってはちょっとドキドキですよね。まずは序盤どういった形で入ってくるのか、まあ、お互いに好戦的なタイプなんで、まず立ち位置も含めてちょっと注目はしたいところです。アッパーを突き上げていきましたが、ラリー左を打っていきました。まあ相手ナンポン選手は結構しっかり見てますね、ナンパンチを。はい、やはりこう経験値ある、まあ、冷静な入りをしているというふうに見ていいでしょうかね。そして中央から少しプレッシャーをかけていこうというナンポンです。左ダブルで出していってボディへつなげていきましたが、まあ、山本さん、前回のあのノックアウト劇を見るとね、本当に比嘉選手には期待したくなりますよね。そうですね、なんか構えからちょっと引きつける力ありますよね。はい、ボディー、そしてウェイト、打ち上げていきました、アッパーを打っていきます。まあ、このバンタム級で、まあ階級をもともとはね、もっと下の階級でやっていましたけども、フライ級など、そういった中で上げた中でどうかというところですが、内藤さん、はい、ここまで比嘉選手、やはりパンチもバンタム級仕様になってきてますか。あ、本当に最初はねちょっと、そこまでと思わなかったんですけど、パンチを上げてからは、今はしっかりとバンタム級のパンチになってきましたね。はい、力強いです。さあそういった中で少しナーポンの方が、しっかりとこう詰めながらという感じになっています。血を取っているのはナーポン、まあ、ナーポンという風な表記があったり、ナーポンという風な表記があったりしますけれども、まあ、ナーポンという風にご紹介させていただきます。左フックインテック、比嘉が返しました。ボディから右へつなげていきます。ボディナーポン、左を出していきます。ナーポンボディ返す、そして右ストレート。相手は何にもね、ずっと前に前にずっと出てきますね。結構なんか不気味ですよね。はい、ですね。この圧力っていうのは比嘉選手もある程度は感じている感じですか。いや、多分そうだと思いますよ。まあ、通常だとねしっかりと強いパンチで止めることできるんですが、とにかく前に、まあ、ガードを固めながら来るのがこのナーポンのスタイルです。アッパー、左ね、いつもね前普段前に出る比嘉ですけども、下がってますもんね。はい、これなかなか珍しい光景ですよね。そうですね、アッパーダブル、戦い慣れてる感じですね。第1ラウンドが終了しました。バンタム級の10回戦をお送りしています。赤の比嘉大吾にとっては、まあ、3連勝して前回ノックアウト勝利、いよいよバンタム級世界前哨戦へと入っていこうという1ラウンド。まあ、このボディから内藤さん、このボディのあたりも評価をされていましたが、いかがでした1ラウンド。どう出てくるかなかなか不気味だなと。まあ、これから火がつきそうな雰囲気もありますもんね。そうですね、内藤さん、1ラウンド振り分けるとするならばどんな印象を持たれました。そうですね、僕そこまでのフリットお互いなかったような気もしますが、振り分けるなら僕は比嘉選手を、はい、ですね、でお二方とも比嘉選手につけました。ボディーから上、比嘉左フック打っていきます。まあ、ただこのナマポンが非常にこうやって前にプレッシャーをかけていくところ、その出足を止める選択をするのか、それともこれをカウンターで迎え撃つのかというところ、このあたりも注目です。ボディーから上、やっぱパンチありそうだな、ナポンの方ですね、はい、結構打ち方もコンパクトですね割と、はい、まあ、近距離の打ち合いでダウンをしたりダウンを奪ったりという、そういったことも非常に多い選手です。いいよ、ボディアッパー返していきます。左のジャブ、ナイス、まあ、ガードの上からではありますけど、左アッパー、今の距離、内山さんいかがですか。もう紙一重ですね。ですよね、ボディから上、ナポン
右のフックを打ち下ろしていこうというナーポンです。比嘉選手は今回順調に体重も落とすことができて調子もいい感じに仕上がったと思うという話をしています。今回いい勝ち方をして、どこでもチャンスがあれば、ベルトにこの後挑戦をしていきたい、特別何か誰かの名前を出すわけではなかったですが、そういった展望も話をしています。本当に不気味ですね、ナーポン。ずっと来ますもんね、動きが変わらないですね。じりじり、あ、うまいうまい、左でもあれやられて結構疲れるんですよね、精神的にも。もうなんで下がらないだろうと思うんですよ。通常だと下がってくれるのが一般ですもんね。あと本来ね、自分のパンチが当たった時にいつもこの場面から効かせるのになみたいな、それがないとだんだんなんかちょっとあれ効かない、効いてないのかなこれって、精神的なものですよ。あの当たってくる手応えと相手の反応の違いのギャップにちょっと疑問符が出てくるんですか。そうですね、はい。アッパー、さあ接近戦で比嘉がアッパーを出していきます。左右をついていきます。少しリズムを変えていきました比嘉、左のジャブから。ただもうナーポンの方は、とにかくプレッシャーをかけてハイガードを、これをしっかりしながら前に詰めるという形。手数は内藤さん出してるんですけど、それでも前に来てくるんですよね。そうですね、本当。ガードもやっぱいいんですよね、アーポンね、はい、もらってないからこそ、じりじりと前に詰めるって言われたら、度胸じゃないと前に出れないですからね、はい。直近でいうと、ノックアウト負けは快感派、ナーポンに関しては、ナバレッテにやめを持たれたかというところで、まず内山さんから伺います、いかがだったでしょうか。ナーポンがちょっと手数を多く出してきて、で、一覧でそんな攻防は変わらないですけど、ナーポンの手数が多くなったって感じですね。はいはい、それはどうでしょう、振り分けに影響するくらいの手数ですか。いや、結構パンチ、いいパンチも当ててたんで、はい、この後のラウンドどん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 上が、尻上がり上がってくるんじゃないかなとしています。山本さん、本当に、はい、表情変わること一切ナーポン選手ないですもんね。本当に不気味ですね。すごく背の高い選手なわけじゃないんですけど、なんか巨人が上から迫ってくるような戦い方をしますよね。はい、見てるこっちも悶々とするような、さあここは比嘉が少しペースを上げて前に来た、すごい強気ですね、ここは比嘉が少し勝負に来ました。ナイス、柳井さん、ギア上げましたね。上げましたね、比嘉選手上げましたね、結構思いっきり打ってますよ。ボディー1回出力を上げて、さあ今度はボディーから入っていきますナポン。アッパーからコンビネーションでまとめていきますが、内山さん、少し比嘉選手が流れを変えようというふうな意図なんですか。前の行きましたけど、ナンバー相変わらず特に変わらないですね、はい、淡々と前進するというか、はい、もう多分こういうスタイル、私が見た試合もこういうスタイルで、とにかく前に来るという選手だったんですが、はい、アパーボディボディ、お互いの打ち合い、こうやって最終的にナーポンは前に来ますけれども、ああいった接近戦でこういう打ち合いの時っていうのは、はい、内山さん、どちらが優勢というふうに見ていますか。まあ、接近戦はまだ伊賀の方が優勢だなっていうのが見えますけども、ただ、ね、ナーポンもじわ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 本当に手数を増やしてきてるんで、はい、これだから中盤になってくると分かんなくなってくるなって感じですね、はい、ちょっとこう比嘉選手も考えられない、左ここはちょっと折れました。ちょっと日が効いちゃいましたね。そうですね。ちょっとカウンター気味で入りましたからね。こういうのは怖いですね。ここは日が下がっていきます。打ち合わせ多いですよ。これはね、相手がまた出てきますよ。ガードするべきだ。いい。それでいい。アッパー。やっぱああいうところは怖いですよね。ちょっと見えない角度からもらいましたもんね。いや、今のね、カウンターでしたからね。はい。さあここは左を返していきますナポン。やはりこのプレッシャーなすというのは全く変わらずに、ボディボディを打っていきますナポン。これはもうね、我慢ぐらいの試合になりますね最初、はい、最後まで。こういう展開結構内山さん続きそうな雰囲気ありますよね。これ展開変わらないですね、こうなると。いわゆる何かナーポンの、サイドフック、そして右、これは当たりました。右ちょっと大きく止まりましたけども、さあここはちょっとインパクトを残したい日が、うまくこうやって前に行きます。この辺で下がらないのがナーポン、内藤さんいいわけですね。そうですね、
下がっちゃうとずるずるいくパターンになることもありますから、はい、相手だし、相手ましたし、やっぱ手数で結構気が出ちゃう、手が出なくなる場面が多々あったんで、はいはい、まあ、これは序盤に比嘉がギアを上げた場面です。そうですね、最初はすごい出だしよかったんですけど、ね、これが、これは、本当に、まあ、言ってみれば怖さを感じさせていたナーフォンが3ラウンドに山本さん、キーは向いてます。いいやった、大きな押し出し、さあ、ここに来た、おー、すごい、さあ、比嘉も勝負に行く、打ち返すな、打ち返すな、さあ、そこに打ち下ろし、全力だ、引いてないという表情のナーフォン、ただナーフォンも結構打たれ強いですね、内山さん、打たれ強いですね、アッパー打っていきます、ナーフォン。やっぱこのね、あの今結構ラッシュしちゃってちょっと疲れるじゃないですか、はい、疲れた後にナーフォンがまた同じペースでグイグイグイ来ると結構疲れるんですよ、休む暇がないんで、はい、まあ、なんで結構スタミナ勝負みたいなところを出てきそうですが、です、ね、さあ右のフック、ボディで打っていきます、ナーフォンも、ナーフォンも下がらないバッターなんでしょうね、前に出ることでリズムを掴む選手だと思います、はい、絶対下がらない、ただここは比嘉が押し込んでいって、さあ一つ重要な局面、ボディ、肌際も要注意、右ナッパー打っていきます、ナポン、右、引いた、よし、よし、マーク、よし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 、よそのナーフォンが今度はまた手数を増やしていきます。さあ今度は比嘉がタイムを入れ替えてボディ、オッケー、サイジー、右から左へ繋げていきます、比嘉、左ジャブダブル、表情は変わりません。そして変わらずやはりこうやって前に圧をかけていくナーフォン、ボディ、そしてアッパー、ボディ、アッパー、ちょっと上が止まった、聞いたか、さ